暑いです。昨日寒かった。本当に。どうですか。こんにちは。どこなの。ただいまからですね、虎のおやつタイムを始めたいと思います。一旦ですね、虎の風魂は一度収容させてもらってですね、今からですね、女性飼育員の方がですね、餌の方、おやつをですね、セットしていきます。まあ、それからですね、おやつをセットして終わってからですね、風魂出てきてもらって、おやつを食べてくれる姿っていうのを見てもらいたいなと思います。ではですね、一旦おふうくんのですね、説明をさせてもらいたいんですけれども、まあ、天王寺動物園にいてるトラっていうのはアムールトラっていう亜種になります。まあ、トラの中でもですね、最大級の大きいトラになります。まあ、名前はですね、風と書いてふうくんと言います。まあ、年齢はですね、3歳のオスの男の子なんですけれども、1歳の頃に秋田県の大森山動物園というところからやってきてくれました。まあ、以前はですね、この天王寺動物園にアムールトラといえば、戦一というんですけれども、まあ、阪神タイガースのですね、優勝した際にですね、星野戦一というね、名誉監督がいらっしゃるんですけれども、その名前からですね、戦一という虎がいてたんですけれども、もう高齢でですね、残念ながら老衰で亡くなってしまって、その後ですね、虎っていうところに虎がまあいなくなってしまうということで、この風くんがですね、秋田県の大森山動物園からやってきてくれました。まあ、ですので、ふうくん来てくれた当初は1歳なんですけれども、まあ、現在3歳の誕生日をですね、9月29日に迎えて、まあ、少しですね、だいぶ体重もですね、大きくなったり、体調、体格も大きくなったりということで、まあ、だいたい立ち上がるとどれぐらいの大きさになるかと言いますと、まあ、僕がこうやって立ち上がるんですけれども、これぐらいのですね、大きさがふうくんの立ち上がった身長と言われる部分ですね、大体これぐらいになります、まあ、ですんでこういう高さのですね、ある姿っていうのを見てもらいたいために、あちらの方などに、ね、おやつをセットしてもらってるんですけれども、まあ、簡単にね、下の方に置いてしまうと、ふうくん普通に食べて終わってしまうので、まあ、それでは見応えがないということで、このように高い位置にセットして餌を食べてもらおうと、そういうふうに思っています。まあですね、今年はですね、2022年のこの干支といえばですね、寅年ということで、まあ、虎がですね、とても注目されたこのような1年になったかなと思います。まあ、あとね、今年も残りわずか2ヶ月ないんですけれども、まあ、次はね、またウサギに変わってしまうので、まあ、今ですね、この虎の風くんがですね、最後の虎年ということで、最後に注目して虎の風くんが餌を食べる姿っていうのを見てもらいたいかなと思います。今ね、つけてもらってるこのおやつなんですけれども、ケーシングというこのような紐状のものを使用させてもらっています。なぜですね、このケーシングというものを使用するのかと言いましたら、まあ、これはもともとソーセージの皮でできてまして、動物がまあ口の中に入れても、ね、お腹の中で消化されるということで、まあ、安全で安心なそのようなケーシングを使用しています。まあ、ですので間違って誤ってこれを食べてしまって大丈夫かというふうに思われる方いらっしゃると思うんですけれども、全然問題なくソーセージの皮ですので、まあ、きちんと便の中から出てくるというふうになってます。で、今ですね、大体5、6箇所ですね、このようにおやつをセットしてもらってるんですけれども、中身はですね、ちょっと見にくいですけど、生肉、牛肉ですね、牛肉であったり、見にくいですけれども鶏肉ですね。この鶏はちょっと見にくいですけれども首がついてます。で、このようなものをふうくんのおやつと与えるんですけれども、まあ、どのように食べるのかっていうのを見てもらえたらいいかなと思います。あとですね、このようなこの大きな部位ですね、だいたい7、8キログラムあるんですけれども、まあ、これをですね、水の中に入れてふうくんがどのように遊ぶのかっていうのも同じく見てもらえたらいいかなと思います。それでは今から
そうくんがおやつ食べる姿を見てもらえたらいいかなと思います。それでは今から出したいと思います。どう泣いてる？
でかいな。
さん、たくさんどうも。お父さん来たから。Thank you.